おっと、この人じゃなかった。うっかり。失敗失敗。切り替えてけ。誰やってんだよ。食べるスピードにナイフとフォークが間に合わなかった。早すぎ。すげえ。綺麗に食べたな。まさに神速。敵の対象を銃撃したけどめっちゃ避けられる。桃屋マトリックス。マトリックスか。胴体狙え。座りながら避けれるってすげえな。これ安物だぞ。わかるのか。安物。ビッグだったか。なんで知ってんだよ。しっかりしろ、たっぷり可愛がってやるからな。わろた。怖いわ。何する気だ。拉致されてとる。緊張の夏。うまい。ええやん。確かに緊張。日本の夏。しまった、スピード不足だ。撮影。老害。不足だけねえ。やりきれなかったか。こちらの紙にあなたの LINE の ID ちょっと書いてみますか。はぁ、あ、恋の始まり。これはジュナイ。全員じゃあ僕のを書いておきますね。こういうやつ実際にいそう。あとは頼む。父。遺言。何があったんだ。アイス食べすぎたか。父はどうなったんだ。歯医者、痛かったら。星をください。痛かったら。面白かったらじゃないんか。こっちみんな。これはずるい。またムツゴロウさんにて名付けられちまったよー。また。わろた。何回目だよ。ジャンポケ斎藤さんに見えた。勇気はあるが。ママがダメだって。おい。わろた。ママが。マザコン。ナースコールを押してナースが来るのを確認する。重心を下げる。5、6メートルに近づいたら全力で走り出す。やめろ。不調に怒られる。元気だな。やっちゃダメなやつ。次の塁を狙ってる時の名刺の出し方。野球か。普通に渡せ。渡した瞬間走るのか。迷惑すぎだろう。日の出を取りたいのに邪魔してくる。邪魔。顔。プレー。避けて取れ。君、100点だけど居残りね。はい。喜んで。0点だけど居残りですか。これは羨ましい。君の名は。かわいい。めっちゃかわいい。名前知りたい。男っぽいな。ほとんどの男は、料金と時間しか見ていない。正解。いかんのか？つまんな。なけなしの金で行くとこうなる。桃太郎のお話で気まずい展開にしてください。この子どうしよう。普通はそうなるな。本来桃を食おうと拾ってきたしな。仕方ない捨ててこよう。実際はただの怪奇現象という。デブ専用。うまそう。ストロー細くない。カレーは飲み物。3個は買っちゃうね。お財布携帯。まんまやん。確かに。ええやん。これが昭和の財布です。さあおむつ替えに行こう。感動した。あれ、目から涙が。涙で前が見えない。こんなん泣いてまうやん。キュー、何をする道具なのか教えてください。もはや人の形を必要としなくなった社畜。怖い。こんな姿に。やだ怖い。社畜の末路。勇者が一人で来ると思ったのに、来れないわー。わろた。多すぎ。物量で押し切る。これは卑怯だろ。階段が怖い。うまい。わろた。増えたわ。階段なだけにってやかましいわ。階段をムーンウォークで降りるのが辛くなってきた。危ねえ。普通に降りろ。なんでムーンウォーク。スリラー満点。かけっこ、おばあちゃんかけっこしようよ。大丈夫僕。永代供養料出すから。来てく。おい。どうやって出すんだ。サイコパスな孫。思わぬところで。50メートル走。年には勝てない。急にか。せめて準備運動させて。膝が壊れる。うどんは狐傾きかを聞かれたとき、主審は両手で四角を描く。どっちだよ。狐か。厚揚げってことか。意外とわかりやすいな。商品の中身がわからないようにお届けします。商品名はやばいよと記載されます。出川。美味しいやつ。出川さんからの。やばいよやばいよ。エイプリルフールでも許されない嘘。1. お前は本当の子供じゃない。2. 好きです。
付き合ってください。3。明日は私服で問題ないって。公開処刑になるやつ。次の日に持ち越すのはやめろや。一人だけ異質なやつ。でも学生なら4月2日って春休みやん。葉っぱを決めた運転手さん。あっぷねー。素通り上等。居眠りより立ち悪いな、わら。ぷわーん。世界中の痛いの痛いのが、めっちゃ飛んできた。人の痛みがわかる人。痛いの痛いの。私が飛ばしたのも随分あるはず。いててて。なんかバレずに決勝まで来た。出たなゴルシ。バレてないのにレインは特注で笑うわ。100メートルって、おま、短距離が過ぎるぜ。馬ずらっているからね。風邪薬のレビューがやばい。増えた。危ない薬。薬だったんだろうな。心の風によく効きます。プラス150円でお吸い物に変更できます。吸いたいです。そりゃもう払いますとも。え、フルコースだと税込み500円でいいんですか？払わないという選択肢がない。お、旦那以上。寝取り。寝具しか取り扱っていない。そして大抵の時間、使用中である。会員様限定のグッズコーナー。人間をダメにする寝具じゃなくて、ダメ人間が使う寝具か。やかねえよ。指紋って、これで掘ってたのか。一体誰が？小さいおっさんの仕事。多分、でそうも。細かい仕事です。どうやら、赤と青の線を間違えて切ってしまったようだ。ドリフの大爆発。か。同時切り。ドア。担任紹介。多様性攻めててくさ。一番左になったら、毎朝来るたびに笑ってしまう。左から体育、理科、社会、国語の先生かな。東進塾講師並みの個性強さ。アセロラ 100% のイチゴジュースです。イチゴ要素が見受けられない。意味がわからない。私も好きなボケ。私は好きなボケ。ここ、男子トイレだよな。慎重さ。並んでることから空気読めよ。失礼だな。そういう時代なんだよ。これがおむつの吸収力を試してた液体よ。それだったんだ。グラスに入れんな。これだったのか。あれか。なんだ？お前初めてなのか？2回目なんてあるの？貼り付け友達貼り友。軽いな。慣れすぎ。ヒッチハイクしてる人に元気よく返事する。違うそうじゃない。乗せろや。なお、乗せはしない。バイバイ、笑顔。エジプト版ボケてにありがちなこと。くふっと笑える。王様限定じゃねえか。4500年くらい前のボケである。初めてボケてでくふって笑ったわ。神殿入り決定。杖を構えろハリー。エクスペクトパトローナム。ウィンガーディアムレビオサー。リビクラス。そこはポッターでしょ。想像してごらん。全身黒タイツのトヨエツ。万引き G メンに土下座するトヨエツ。桃鉄で本気になるトヨエツ。眉間にシワを寄せながら。なんでトヨエツ。ホテルのシャンプーをビニール袋に入れて持って帰るトヨエツ。そりゃ笑いが止まらんわ。アンパンマンの社会に与える商用的経済効果が好き。超現実的な子。親は辛いんです。そのアンパンマン商戦大物になりそう。顔がそう言ってるようにしか見えねえ。今頃理科室はパニックだろうな。そうでもなさそう。公園ランチですか。ポカポカ陽気。公園もパニックです。お葬式。今日はおじいちゃんのお葬式だった。お父さんが棺桶に抵抗するおじいちゃんを入れた。お母さんが泣いた。どういう心境。人気番組、死んでるのと一緒。おじいちゃーん。闇が深いですな。キッザニア、ビッグモーター。よく思いつくな、こんなん。まずは、保険請求の手順書通りに。これ頑張らないと、チンチクリンのボンボンが荒れ出すぞ。社会の闇の勉強。握手会の後。何でも全力な姿は美しい。手も洗わないんだよね。フェイスティングは基本中の基本。嬉しくて泣いてるかと思った。お薬出しておきますね。咳、くしゃみ、それから禁断症状が止まらなくなったら飲んでください。禁断症状出てる時に飲んだら心臓止まるよ。薬飲まずにはいられない。ジェネリック違法ドラッグ。お薬じゃねえか。試しに受けてみたらビッグモーターの内定が決まった。冒険や。人生は助走や。ありったけの車をぶち壊し革命起こしたれよ。犯行現場にこれが落ちていたんですよ。フクロウの羽はラブレター。ほう。可愛い顔してても肉食だからな。それ俺の羽じゃないよね。何の音だい。カチカチ。歩行者でもウインカー出すタイプのウサギ。音だけ。対話あっての譲り合い。車でもチャリでも人でもウインカーは早めに。自転車でも出しそう。火の用心。おやすみ。
勝ち。ち、渾身のボケだったのに星10もついてねえ。逆にそうでもなかったボケに星がついているとびっくりする。どんだけ面白いボケを投稿してもタイミングが悪けりゃダメなんだよ。一つでもつけば大喜びだよ私は。お題主が星くれて終わる時もある。昭和の方が良かったこと、中流家庭が多かった、国公立の学費が安かった、モテなくても結婚ができた、少年ジャンプのラインナップがすごかった。モテなくても結婚できたの部分に闇を感じる俺は平成生まれなんだなって。黄金時代って平成入ってからだろ。平成一桁の方が凄まじい。二昭和も強いけど、遊白もスラダンもユロケンも遊戯王もワンピもナルトもブリーチもデスノートも全部平成なんだよな。書道によくある三文字、雪月か、お年玉、お手本。うまい。大正解。確かに。いつも書いてるやつよね。また隣の席になったね。席変えてもらえないか、先生に聞いてみるね。どっちが言ってるのかわからん。男が言ってるようにしか思えないんだが。席替えで隣になった女子に泣かれてたやつ。女、嬉しいけど、私目悪いから。女の心。ち、マジで身の程知らずだわ。よりによってこの桜見える席から移動とかマジありえん。平凡なセールスマンのグレゴール、ザムザは、ある日目覚めると巨大な毒虫になっていたので、女性にキャーキャー言われるようになったと喜んでいた。本で読んだ印象よりシンプルな虫やな。家族にもキャーキャー言われてたよね。すんごいでかい声でね。男性にもキャーキャー言われるぞ。ゲホゲホ、いつもすまないねー。暗証番号派よ。暗証番号って概念あった時代に見えないのける。死ぬ間際の人に言う言葉じゃない。だから言っとるだろ、ゲホゲホ。あ、勝手にしろ。生放送特別番組ナイル川の源泉を探せで、誰も予期しなかった思わぬ放送事故が発生。あんなタイガーを一人で。これが源流。聖なるオリーブオイルよ。やめろ。楽屋で休憩中の浜田。なんだこのおっさん。楽屋？疲れてそう。お疲れ様。卒業式でやってはいけないこと、笑ってはいけない。ジミーちゃんの卒業証書音読。笑ってはいけない卒業式24時。山崎はビンタ。田中という名字の子だけ待機。あら、物騒な世の中ねえ。つまり、日本か。ねえ。そうなのよ。物騒ならなおよかった。子供電話相談。夜になると、猫が変な声で鳴きます。どうしてですか？猫じゃなくてお母さんです。猫たち。お父さんの息子がたちか。ああ。プロレスごっこかな？送料無料、犯人が抵抗できない。トゲ付き。今なら犯人もついてくる。あ、これ痛いやつやわ。三国志で出てくるやつやんけ。どうやって送ってくるのか気になる。中古かよ。車に貼ってあるステッカーでなんか面白かったもの。このステッカーの文字が読めるということは、あなたの車は車間距離が狭すぎます。割といいアイデアだと思う。作ったやつ素直に頭いいな。何それ欲しい。普通に便利。意外な展開にしてください。彼はパソコンできない。できなさすぎて壊れた。口で言うな。この表情は困っているからか。じゃあ何してるの。道に迷ってしまったら交番に行き、おまわりさんに先日助けていただいたダイヤの6ですと言いましょう。それがベストです。トランプがピンチになる状況ってどんなんだよ。これで全部カード揃ったん。思ってたより5年敗だった。教師、いいから、早く遅刻したこと謝りなさい。そんなことで許されると思っちゃダメよ。先生が怒ってるの。なぜなぜ。可愛いからって何でも許されると思うな。ちょっと体育倉庫に来なさい。陰謀と陰謀の違い。渦に巻き込まれるか、川に巻き込まれるか。うまい。無駄に、リアルな描写。川に巻き込まれて、落ちした時の痛いこと、痛いこと。知る人ぞ知る危機、下出家するとええで。金持ちのニートの息子がコンビニのバイトに受かった。記念に宇宙旅行。祝いすぎ、わらわら。通勤は自家用ヘリ。親がそこのオーナーというオチか。ウルトラマンが徹子の部屋に出た時あるある。あなた、なんで3分しか戦わないの。これは刺さるな。オープニングの CM 明けですでにいなさそう。地球を守ってくださるならもう少し頑張れないかしら。あっちの方も3分なんですってね。課長の検索履歴で盛り上がり。セクハラ、ギリギリ、どこまで。パズドラ攻略。笑顔で見られるならまだ大丈夫。盛り上がれるならまだ甘いな課長。だから、
プロジェクターの前に立つな。わざとやってるな。この顔がまた、カメラ目線がじわる。そもそもプレゼンの内容がおかしい。それらしい格好してたら主治医になってた。オルガマリー所長かな。部長の白衣勝手に着たらダメだよ。これは手術ですね。患者どうか助けてください。めちゃくちゃ大きな爪楊枝を拾ったので、それが刺さってたであろうたこ焼きのサイズを想像する。いや、大きすぎる。色性や、多分このくらい。イマジナリーたこ焼き、陶芸家のこだわり。形に納得いかない、色合いに納得いかない、ニトリで販売されていることに納得いかない、ダイソーで売れ残ってた、大量生産、こだわり、薄利多売。イエス・キリストは茨の冠をかぶせられ、十字架にかけられてもなお諦めず、最後の力を振り絞り、こう言い切った。パソコンのハードディスクは風呂に沈めてくれ。水没ぐらいなら簡単に復元できるぞ。転生したらイスラムだったけん。そうか、ユダのやつが拡散させたのか。最後の力で言うことか。ゾーラル 1%。 背負われたいの？ 21%。 顔整形されたいの？ 34%。 食べられたいの？ 18%。 渡りたいの？ 26%。 吉田沙織にプロポーズしたんだ。渡るってどこ？サンズの川だよ。沙織区ができないまでの保証を。 1%。 この戦争が終わったら結婚しよう。あかんやつ。フラグ立てんな。ビクトリーガンダムの部下行くわら。フラグだ、今の言葉取り消せ。なんだ、この交差点に出てくるのか。どうなっとる。戻れるかな。これは画像が面白いよ。なるほどね。地味に辛い拷問。ちょっとずつ増税。あ、私拷問受けてたんだ。何も聞かずに拷問するやつがあるか。国に集まるならその財源は税金であるということを理解しろよ。ちょっとずつでもがっつりでも嫌じゃ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。